こんにちは、はるあんです。今日は巨大なこんなコーラのグミを作ってみました。まるまるね、コーラをグミにしてみましたよ。とってもすごかったです。で、今日はスイーツチャンネルのあんみつさんとコラボさせていただきました。それでは早速作っていきましょう。まずはペットボトルグミなので、もうすっごい大量のゼラチンを使います。この見えてるかな、ペットボトルを今日は何本か使うんですけど、すごいよ、 50g とか 165g とかありえない数字です。そしたら今日はオレンジジュースをまずね、最初に作ってみました。オレンジジュースをお鍋に入れて、こんな感じでちょっと温めていきます。そしたら 50g のゼラチンを入れます。トロトロね、煮詰めるトロトロしてくるんですよ、火にかけてると。うおー、すごい。そしたらお砂糖も追加するんです。あら、大変と思うでしょ。だけどね、グミなんですよこれがね。そしたらペットボトルに切り込みを入れて、ビニールテープみたいなので止めてくださったんです、あんみつさんが。そこに、そのペットボトルの中にジュースを入れていきます。で、冷やします。じゃあ、はい、大きいのでも作ってみましょう。すごい1.5 リットルサイズの。5リットルよね、すごいですね。これがグミになったら、ちょっとすごいですね、迫力が。あ、開けてください。お願いします。おー、飲みたい。いい匂いしてる。飲みたい。結構ですね、量が。わー、泡泡がすごい。すごい。コーラを加熱するとシュワシュワします。すごい、初めて。わー、すごい。250g のお砂糖。いきます。はい。はい、ゼラチンとお砂糖を入れて火にかけてよく溶かしたら、こんな感じでね、ペットボトルに入れていきます。すっごいでしょ、もうこんな見たことないよコーラを煮詰めるなんて見たことない。そしたらね、しっかり冷やし固めます。1日以上。さてどうなったかな。チュルチュルチュン、ドドーン。早速開けてみましょう。おー、ドキドキ。1.5 リットルのコーラをそのままグミにしたやつと、あとはカルピスもあみつさんがお分けしてくれました。カルピス私好きなんで、いいよって、優しいあみつさんはね、カルピスもあげるよって言ってくれましたじゃーん。じゃあまずはコーラから開けてみようと思います。ペットボトルに切り込みを入れてテープで留めてもらったので、多分ね、こっからこうハサミでチョキチョキ切ってこう解体できるんじゃないかなって思うんですが、どうでしょう。まずテープを剥がしてみますね。ここに切り込みが入ってます、いい感じです。そしたらここの切り込みの中からこうハサミでチョキチョキ切っていこうと思います。これグミ傷ついてないかな、ペットボトルをこう剥がせるのかな。あ、こういうことかな。あ、あれ、わかんない、どうしたらいい。もう私一人じゃどうにもこうにも開けられそうにないので、今怪力なお母様がね、力を貸してくださって、ペットボトルを引きちぎってますよ。その間に私はこのコカ・コーラの新しく買ってきました。なぜならね、作る時にラベルを剥がして取っといたつもりなんだけど、どうか紛失しちゃったんです。なのでもう一つ買ってきましたはい、そしたらラベルを大事に大事に剥がしていきたいと思います。よいしょ。おお、じゃーん、これグミですよ皆さん。ちょっといきますよ。丁寧に持ち上げないといつか崩壊しちゃいそうでちょっと怖いんですが、生まれたての小鹿コーラみたいになってます。はあ、僕は生まれたてよ、生まれたてみたいになってますが、こんな感じでコーラグミ完成です。はい、今から大事な大事なサムネイルを撮ろうとは思うんですが、どうしよう、こんな感じ。あ、亀裂が入った。こんな感じ、ちょっとなんかセクシーコーラみたいに なってるかな。セクシーコーラ、セクシーコーラ、どう、セクシーコーラ。ちょっと疲れた。この底のところも結構見事だと思いません？すっごい見事にコーラーって感じにできてます。はい、そしたら切ってみようと思います。いきますよ、ザク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 。うおー、コーラを切ってます、コーラを切ってます。パカン、チョコ。あー、すごい綺麗。
次はセクシーカルピスですね。いきますよ。ひょ結構セクシーね。カルピスちょっとセクシーね。線が細いから。ひょいっしょ。結構すぐに切れますよ。パッカーン。あ、こっちも綺麗です。ムニ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 。羊羹みたいです。なんかトライアの羊羹がこんなに大きかったらめっちゃ高く売れそうですね。はい、じゃあ話はさておき。まずはコーラの。グミを食べたいと思います。こうやってやると意外と透けます。おお、すごいすごい。いただきます。カルピス、いただきます。あれ、意外とこれ難しいんです、食べるのは。なぜかっていうと、なんかこう滑るんです。ツルツルしてるから、すごく意外とね、歯をね入れられない感じです。噛めば噛むほどサクサクするんです。なんかサク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 って感じがします。噛もうと思っても逃げちゃう感じです。ツルツルしてるから、ツルツルサクサクしてる、なんかね不思議な食感です。すごいね、グミというより固い寒天みたいな、なんか面白い感じでした。でもすっごいね、コーラ面白かったです。コーラもこんなに大きくて、それをねグミにできるなんて思ってもいなかったので、とても楽しかったです。このままも美味しいです噛むのがすごく大変なんで、量は食べれないので、大人数集まるときにみんなで実験みたいな感じでやってみたら楽しいかもしれないです。そしてコラボしてくださったあんみつさん、ありがとうございました。ぜひぜひあんみつさんのチャンネルにも遊びに行ってみてください。この動画がねちょっと面白かったよ、コーラグミなんかやってみたいと思ってくれた方は、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。